こんにちは、柳田理香の1日1科学。ミミズは土の中でとても大切な働きをしています。ミミズは落ち葉のかけらなどが土と混ざって腐りかけた腐葉土を食べます。その腐葉土に含まれた落ち葉のかけらがミミズにとっては養分になるわけです。そして糞を土と一緒にお尻から出します。これが植物にとってとても役立つんですね。まずミミズの糞は植物にとって腐葉土よりもいい養分になります。そして糞と混ざって出てくる土は消化液の働きでコロコロした小さいボールの集まりのようになります。するとその間に空気が入るので植物の根は呼吸がしやすくなります。つまりミミズは植物にとって栄養分がたっぷりで息がしやすい土を作ってくれるわけですね。今日の一日一科学、ミミズは土の中に空気を入れる。ミミズのこの働きは世界中で古くから知られていて、場所によっては畑の神様とも呼ばれていました。また明日。